ああ、今日も気持ちのいい朝ね。小鳥のさえずり、カーテンから差す日の光、そしてうっすら聞こえる人の寝息。それは気のせいね。っていうかなんか枕が硬い。全身が何かに包まれて拘束されてる。これは一体。寝心地悪い。おかしいわね。愛用の枕を持ってきたはずなのにって。隣に誰かがいる。しかもがっちりと腕を回されて抱きつかれてるんですけど。誰なの？ああ、もう頭まですっぽり布団をかぶっちゃって誰なのかが全然見えないじゃない。いや、きっと証拠ね。そうだわ、証拠だわ。昨日は確か久々に東京出張で証拠とナナミも誘って飲み会に行ったはずなのに覚えてない。でもまあ隣で寝てるのが証拠なら全く問題はないわね。頭をどかしてみたら立派な筋肉のついた腕が。証拠、筋肉ついたのね。って違うでしょ。これどう見ても男でしょ。どうなってんの？もしかして私昨日…とりあえず落ち着きましょう。まだ何があったのかはわからないんだし。とりあえずこの人が誰なのか確認して話はそれからよ。ゆっくり、そうゆっくりよ歌姫。この人を起こさないように布団をまくって。ギャーこそう。うるさいな。なんだよ朝から。終わった。世界で一番遭遇したくない光景を今見ている気がする。あ、歌姫？てかあんた裸？下履いてんの？何するの？あ、よかった、下は履いてるのね。っていうか歌姫、起きたんだね。てっきり昨日のこともあるし疲れて寝てるかと。昨日のこともあるし、それって最低、消えろクズ。ああ、もしかして歌姫覚えてないの？その意味深な言い方やめてくれない？覚えてないんだ。なんか嫌な笑みを浮かべられてる。ひどいな、僕たちあんなにねえ。なんだよ。っていうか歌姫、服。は？服？こっち見るな。いいから教えてあげたのに。思いっきりはだけてた。恥ずかしい。でも少し浴衣がはだけてるだけで他はちゃんと着てるわね。っていうか歌姫が誘ってきたんじゃん。僕は巻き込まれたの。は？私が誘った？そうだよ。無理。これは嘘、夢、現実じゃない。ジョーク、枕を投げないでよ。僕のカバンと上の服が。早く出てって。ちょっと。部屋の外に投げ出された。あ、旅館のおかみさんだ。ああ、いや、これは血は喧嘩と言いますか。すみません。数時間後。ああ、もう最悪。あれから数時間経っても昨日のことを全く思い出せないなんて。しかもよりによって今日は東京港に用事があるのよね。あいつと遭遇しないといいんだけど、いないわよね。あれ？歌姫先生じゃん。ごめん、そんなに脅かした？いや違うのよ、ごめんなさいね。びっくりした、虎杖か。それより久しぶりだね先生。そうね、交流会以来かしら。また東京出張なの？ええ、ちょっと会議でね。あ、そういえば昨日五条先生どったの？ってだから五条先生はちょっと待って。はい、何？昨日何があったのか知ってるの？いや、それは逆に俺が知りたいというか。先生大丈夫だった？私大丈夫だったの？話がつながらないんだけど。ちょっと待ってね。落ち着くから。あ、はい。昨日、五条に何があったか知ってる？何があったかっていうか、昨日、俺と釘崎が任務だったんだけどね。うんうん。先生がついてきてくれたんだけど、途中で急用が入ったとか言って、俺たちを置いてどっか行っちゃってさ。は？無責任でしょ？で、その時に五条先生が歌姫がどうのって電話越しの誰かに言ってたから、なんか歌姫先生がピンチなんだって言ってたな。はあ？俺が知ってるのはそこまで。先生、俺たちを田舎に放って帰ったんだよ。ひどくない？それはひどいわね。安心して、私が矢賀学長にチクっておくから。ありがとう、歌姫先生。あ、やっほー、お二人さん。ギャー、五条。ギャーはないでしょう。今朝だって顔を合わせたのに。え、今朝？はあ、何のことかしら。全然身に覚えがないけど。歌姫先生、落ち着いて。歌姫必死だ。それより歌姫、思春期高校生をナンパ？なわけねえでしょ。ごめん、歌姫先生。俺、ケツとタッパがでかい女がタイプ。勝手に振るんじゃねえわよ。あ、また五条の手のひらで転がされてる。用事を思い出したわ。じゃあね、虎杖、また今度話しましょう。え？あ、うん。なんか逃げるようにどこかに行っちゃったな。もしかして先生、またなんかやったの？そう、なんだろうね。シーフィンがチョーコー。わ、歌姫先輩、助けてー。どうしたんです？昨日、私何をしたの？昨日ですか？何も覚えてないのよ。ああ、昨日はすごい飲んでましたからね。やっぱりそんなに飲んでたんだ。はい、昨日の先輩の飲みっぷりはすごかったですよ。五条の愚痴を酒のつまみにどんどんビールを頼んで。そう、その五条なのよ。え？あ、いや、ちょっと五条といろいろあったんだけど、昨日って五条は飲み会に参加してないわよね。ええ、そのはずですよ。そのはず？先輩、全然覚えてないんですか？昨日は私と七海と先輩で飲んでいたんですけど、途中で私に緊急の治療要請が入って、私だけ早めに抜けたんですよ。あれ、そうだっけ？その時先輩はもう出来上がってましたからね。七海に先輩を任せて、私は先に帰らせてもらったんですけど。そうなのね。でもそこから、なんで私が泊まっていた旅館に五条と二人で寝ていたのかしら。それで、それがどうかしたんですか？なんで五条が出てくるんです？証拠なら信用できるし、話してもいいわよね。実はね、驚かないで聞いてほしいんだけど。はい、落ち着いて聞くので大丈夫ですよ。証拠、やっぱりいい子ね。製品がばらしましょう、今すぐ五条を。落ち着いて、証拠。朝起きたら上半身裸の五条が隣にいた。そんなのも手を出された後じゃないですか。大丈夫です先輩、私証拠が残らないやり方知ってるんで。何をやるのよ。あのクズ目隠し野郎、私の大事な歌姫先輩についに手を。ついに？とりあえず獅子は切り落とすとして、あとどれくらいのパーツにばらします？物騒、教育に悪いからやめて。それに、何があったかはよくわからないのよ。あいつも話さないし。いやいや先輩、そこまでしておいて何もなかったってことはさすがにないんじゃないですか？うん。でも五条の方は全く動揺してなかったし、もしかしたら最悪の事態はないのかも。証拠いる？なんか飛んできたんだけど。メスが壁にぶっ刺さってるんだけど。外したか。外したかって何？五条。ああ、歌姫もここにいたんだ。こいつ、なんでこんなに普通なの？とりあえず五条、そこに仰向けに寝てくれるか？やだな、翔子。翔子が指さしてるそれ、解剖台だけど、ベッドはあっちですよ。安心しろ、間違えてないから。怖いって。もう本人に聞いた方が早いわよね。ねえ五条、単刀直入に聞くけど。え？何？先輩、本当に聞くんですか？ショックで倒れるかも。マジで何の話？止めないでしょうこ。切腹する覚悟はできてるわ、先輩。何これ、茶番劇？五条、昨日のことを教えてほしいの。昨日？ああ、歌姫、もしかして全然覚えてないの？そうよ、悪い？知りたいって言うんなら教えてあげなくもないけど。教えなさいよ。じゃあ昨日に遡るけど、昨日の夜。ったく、ナナミのやつ、歌姫が酔いつぶれたから旅館まで送るように僕に頼むなんて、後輩のくせに何様。歌姫を送る係は他の男には任せられないんだけど。歌姫いる？では酒瓶を抱えて眠りこけてる。ほら歌姫、帰るよ。嫌だ。ほら、お店に迷惑かけちゃうし、ナナミも帰っちゃったんだから。五条、埋葬されろ。やっぱりここに置いていこうかな。やだ、もうなんなの。ほら、帰るの？置いていかれたいの？帰る。じゃあほら立って。すみません、会計このカードで。ったく、翔子とナナミのやつ、会計まで僕に押し付けやがって。水品が。大通りまで出ないとタクシーが捕まらなさそうだな。タクシー嫌。何わがまま言ってるの、終電が過ぎてるんだから。五条、背中乗せろ。いててててて、よじ登らないで。イエーイ、五条タクシー。いないない、髪の毛をつかまない。ほらほら、早く飛びなさいよ。レッツゴー。歌姫のやつ。おい、早く飛べよ。いいだ、分かったからおとなしくしてよ。イエーイ。なんでこんな真夜中に空中散歩。いい？歌姫、僕の手を離したら落っこちるからね。ちゃんと背中に乗ってるんだよ。わかった。へえ、素直じゃん。面白。すっごー、景色きれい。見て五条、あのビルまだたくさん電気がついてるわ。ああ、そうだね。きっと社畜がたくさん残業してるんだね。つまらないこと言うな。みんな、髪の毛引っ張るのやめてくんない？これはハンドルだから、五条タクシーの。せめて人間扱いして。感謝してよね。こんなに高い位置から見る夜景なんて、きっと僕じゃないと見られないよ。そうねありがとう。なんか悪くないじゃん。ねえ五条。何？綺麗な夜景に二人きり。まさかこれって告白？吐きそう。嘘でしょ。ちょっと待って、落ち着いて。もう無理かも。やめて、僕の目で吐くのだけはやめて。空中でキラキラをまき散らさないで。無理。わかったわかった、歌姫の泊まってる旅館まで術式で飛ぶから。だからちょっと我慢して。話は戻り。ってことで僕は歌姫の許可を得て旅館の部屋に入らせてもらって、仕事服じゃ寝にくいからって歌姫が勝手に浴衣に着替えて、その間に僕はご丁寧にもお布団を敷いてあげて歌姫を寝かせてあげたわけ。わかった？なんか思い出したくない記憶がね。僕悪くないでしょ。いやでも、なんであんたまで部屋で一緒に寝てたのよ。そもそも疑われた原因はお前が横で半裸で寝てたからだろ。それも聞きたい。なんか聞きたくない気もする。実はさ、僕も帰ろうとしたんだよ。任務先から居酒屋まで術式使って飛んで、その後歌姫を送るためにもまた術式を使って、超疲れてたんだけど、さすがに一緒の部屋で寝るのはなーって思って。悪かったわね、そんなに術式使わせて。でも歌姫に布団をかけてあげたら、歌姫が僕の腕を掴んでさ、は？枕って言いながら僕の腕を枕にしたの。はあ？そしたらなんかもうどうでもよくなっちゃって、暑いから上半身の服を脱いで歌姫の横で寝ちゃったってわけ。そんな。先輩、確かにこれは先輩が悪いか。でしょ、僕無実、指一本も触れてないからね。そうなの？あ、でもちょっとだけ顔ツンツンはしたかも。おい、っていうかさ、むしろ歌姫が言うことあるよね。ごめんなさい。あと、ありがとう。くそ、恥ずかしい。いいよ、許してあげる。うざいけど助かったのは事実ね。まあ、歌姫の抱き心地も悪くなかったから、また抱き枕にしてあげてもいいよ。はあ？やっぱりバラす。さなが、結局何もなかったことが分かって安心したわ。でもなんだか少しだけ、ちょっとぐらい何かあってもよかったのにって思ってる自分もいて。ああ、なし。やっぱり今のはなし。でもだんだんと思い出してきたんだけど、夜の空中散歩意外と楽しかったな、なんて。ああ、やっぱりこれもなし。なしだからね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。